コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、結構ね、ドラゴンボールが続いたんですけれども、久々に、こちら、よっこらしょっと、はい、ワンピースですね。ワンピースの、はい、POP、マキシマムですね。これのね、片栗、はい、シャーロット片栗、はい、こちらをね、ご紹介していきたいと思います。はい、これね、プレ版とかメガハウス限定なんですけれども、自分ね予約してると思ったらね、予約してなかったんですよね。だからあれ届かねえなーと思ってたんですよね。うん、で後になって、あ、予約してなかったと思ってね、うわーって、感じだったんですよね。はい、でどうすっかなと思ったけど、もうどうしようもないんで、もう、中古っていうかね、まあ一応、未開封品なんですけれども、一応ね、まあ、うん、ネットで、購入させていただきました。はい。まあ、ちょいね、定価よりちょい足しぐらいで、買えましたね。はい。うん。いや、これはね、まずったなと思ったね。なのでね、ちょっと、遅らばせながら、ご紹介させていただきたいと思います。いや、このシリーズはほんと出来が半端ないんでね。いやー、でもうあのね、この次にも、ギアフォースのねスネークマンが控えてるんでね、うん、まあそうなったらね、もうちょっと片栗を置いとかないとっていう感じじゃないですかね。うん、だからね、まあそうなったらもっと高騰しそうなんでね、今のうちになんとか買っとこうと思って、一応、購入させていただきました。もうすでにね、なんかこれは偽物が出回ってるみたいなんで、皆さんご注意くださいね。うん、まあ、必ず、正規品にはこう半券シールがついてます。はい、うん、まあ、半券シールはこの位置ですね。うん、なのでね、皆さん、まあ、中古とかで買うときはね、そこら辺ご注意してください。ではね、早速、まあ、ブリスターは見なくてもいいでしょう。もうね、組み立ててね、実際、商品を見ていきたいと思います。はい、一応ちょっとブリスターから出しましたが、一応ね、まあ本体でね、まあ多分偽物との区別がつくかなっていう点をね、ご紹介していきます。まずこう、フィギュア自体はねすんごいよくできてる。でね、多分ね正規品はこういうね細かいところにこういうね、かぶせ物がしてあるんですよね、干渉しないように、そういうところがやっぱねすごい丁寧にされてるんで、多分新品で買ってこういうのがついてなかったらちょっと危ないですね。うん、偽物の可能性がある。まあ、なのでね、そういうところで多分、区別つくんじゃないかな。まあ、中古だったらわからないけどね。うん。まあ、ということでね、じゃあ、まあ、一回もこのまま紹介しちゃっても。これ、はい、こんな感じでね、干渉しないような、紙がね、首元についてます。はい。こういうところですね。うん。正規品の、まあ、気遣い通貨そういうのはね。で、まあ、あとはこう首のね、首のところの、もこうね、はい、ついてます。はい、で、まあこういうね、これは着脱式なんでこれでもいける感じですね。はい、うん、かっこいい、め
ちゃくちゃイケメンやな。これ牙をね本当は隠してるんですけれども、もう全然かっこいいよな、片栗な。いやすげえかっこいい。もう出来が半端ないんだよな、本当このシリーズ。あのね、これスパイクがねすんごい痛いのよ、これ本当に痛いの。これあの膝の上とか乗っけてんとね、チクって刺さるんだよね。そんぐらい鋭い。めっちゃ痛い、これ刺さるで、これすっごいね。これね作り込みが半端じゃないね。いやすっげえ、6パックどころじゃねえよな、8パックスぐらい。いやすっげえ、刺さるんだよなスパイクは。はい、シャーロット、はい、うん、いいね。髪の毛もねすごい一つ一つ作り込まれててね、すごいね。こう触っててちょっとねツボに入って気持ちいいね。いやこれはいい。ブーツもすごいね。いやーこれはすげえ。でこれをね、よいしょ、はい、ここのねマフラーつうのもわかんないけどね、これを装着すると、顔下がね、ちょっと隠れる感じで見えなくなりますけど、これめちゃくちゃかっこいいな本当に。うーわすげえかっこいい。出来すごいな本当に、この POP のマキシマムシリーズすげえな。超作り込まれてる、すごいね。じゃあ実際ね、台座、あそうだ台座まず見てみよう。台座一応ね、このね台座の取り付け方の取り扱い説明書もついてるんでね、これも何かしらの目安になるかな、偽物とのね。はい、で、台座が、こちらですね。結構ねあの偽物のちょっとあれを見ましたけど、偽物すんごいテッカテカにテカってんですよね、うん、これはね、まあ、グレーの部分はちょっと若干テカリはありますが、ほとんどマットな質感ですね、うん、結構ツヤ生地みたいな感じ。偽物ほんとこれテッカテカにピッカピカに光ってますからね。はい、で裏ね、ちゃんと裏もこういう風にね、これが台座です、はい、で実際あのね、武器のモグラ、モグラはねなんかこれ金属みたいなちょっと質感だね、うん、なんかねこうちょっとね重量感あるね、うん、なんだろう、アルミの鉄の棒なのかな、うん、これすごいよくできてる、うん、ずっしりとね結構あるんですよ、うん、箸より重いかも。はい、でモグラの先端部分、はい、これもね陰影がね、はっきりしてますね、グラデーションがね、うん、ここら辺もすごい丁寧に作られてる。これも痛いよこれ、これマジで武器になるわこれ、危ねえこれ。はい、ということなんでね、ちょっと一式ね全て、組み立てちゃいたいと思います。
はい、組み上がりましたね。一応ね、台座もこういう感じで、こういうね、クリアパーツで、支えてますね、補助パーツ的にね、うん、はい、でね、実際、モグラをつけるとね、こうね、こう長いんですよね。じゃじゃんとね、こんな感じ、いや長いよ、うん、いやーこれはねボリューム感がすごいね。もうこう引きで見てもね、もうすごい、もうでけえでけえ、いやーこれかっこいいなマジで。いやなんで俺これ予約しなかったんだろうな。いやしたつもりでいたんだろうな、できてなかったわ。はい、なのでねちょっとスネークマンがね、出る前にね皆さんもね、ぜひね購入検討してみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、今回は、この辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。